お茶ね、あ、わかりました。はい、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 まんまの方がいらっしゃる。いいですか、一回目から言ってもどうですか、寺上さんは。じゃあこれはもう1じゃないですか。一番の木くずね、わかる。まあまあ、どちらも燃えるというイメージはすごくありますよ。え、わかりました。正解は何番なんでしょうか。はい、それではこちらの研究所副所長の井田民雄さんにお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。こんにちは。じゃあ先生、はい、ずばりこれ正解1番2番3番どれですか。はい、それで皆さん残念なんですけど、全部が燃料になります。そうなの。実はですね、1番も2番も3番も全部これ、バイオコークスになるということなんですね。1番のちょっと木くずからいきましょうよ。はい、このように中に木くずが入ってますでしょう。はい、これもそうなんですね。これは間伐材が原料になってますね。なるほど。はい、それからですね、お茶なんですけれども、こんな感じ。ね、これすごいんですよ、匂いが。すごくお茶の香りがするの。面白いですよ。さあ、そして気になるこちら、靴下もですね、よく見ると、そう、これ、嗅がせるの、それ、私に。で、これ、ちょっと待って、こうね、ちゃんとこれ、靴下がこちらに入ってるということなんです。これ、何か共通性あるんですか、全てがですね、植物性のものなので、そういうものはコーヒーかすでも何でもおからでも何でもできるんです。植物性のものであれば、うん、これ何でもバイオコークス燃料になるということは、同じように燃えるんですか。ちゃんと同じように温度がいくんですか。燃えます。そういうこと。1000分の1以上でね。そしてこれどうやって作られてるか、これ最後になりますけども、こちらの機械で作っております。でこれちょっと簡単なんですよ、説明してもらっていいですか。はい、この装置はですね、力を加えながら180度 C で温めて約20分間ぐらいで出来上がる連続バイオコークスを連続で作る装置なんです。なるほどね。今はね、お茶の葉っぱが入って、ここでですね 1.5 トンというね、高圧がかかっております。さあ、ここで高い圧力をかけるということ、これ何か意味があるんですか。そうですよね、先ほどの植物のおからとかコーヒーか、そうですね、お願いいたします。ということで、これから夢がありますよね。バイオコークスという新しい燃料を紹介しました。はい、ライブ北海道以上です。一発目のクイズからどんなことやられてしまいました。ライブ北海道でした。